15分で始めます、はい、ゲスト講義で、スイッチエデュケーションの小室社長とスイッチサイエンスの、金本社長に来てもらっています。なんでかというと、オープンソースハードウェアがそれなりにちゃんと商売になっているっていうことを説明したいのと、そもそも僕が何の仕事をしているのかに関しても皆さん興味あるんじゃないかと思われたので私に給料を払っていただいている2人を今回お呼びしてプレゼンしていただいています。なおノーギャラですよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小室真希と申します。スイッチエデュケーションという会社をやっています。やっているっていうか、この人にやれって言われてやらされている感じです、うん、私は理学博士を持っていて、今6歳の男の子を1人育てています。はい、じゃあ私です。はい、はい、そうですね、イチオンイオンラボという会社が一番親玉の会社で、これがまあ持ち株会社兼事業会社なんですけれども、その下にスイッチサイエンスとスイッチエデュケーションという会社があります。まあ、この後で詳しく説明します。その、社長というかですね、創業者であり社長をやっています。まあ、さっきちょっと雑談で話していましたけれども、1989年という太古の昔に早稲田大学を卒業しています。学部卒業はい、3歳と0歳の子供がおります、はい、あ、で、今金本さんは社長なんですけど育休中なので、私金本さんに会うのすごく久しぶりいや、あなたはそもそもいないから。でも2020年初めてですよね。あ、そうです、そういえば。そうですね、はい、全然初めてです。そうですね、そうですね、はい、はい、ではあれ、その前ですか。だからまあいい、東京メーカーフェだ、8月から会ってないですよね、多分。そんな感じだね。確かに。ですね。あ、久しぶりだ。そうなんですね。で、今日は、まあ、本来は僕が喋るべきなんでしょうけれども、いつも言ってるんですが、まあ、こういった人前で喋るのも得意な方ではないので、主に小室に喋ってもらいつつ、ところどころでツッコミを入れようと思っております、はいはい、よろしくお願いします。今日はさっき高橋さんが言ってたんですけど、オープンソースハードウェアとビジネスについて、うちがどうやってお金を稼いでるのかっていう話をします。で、スイッチサイエンスとスイッチエデュケーションの紹介を中心にやっていきます。例えば何を売ってるのかとか、誰に売ってるのか、どれくらい売れているのかとか、どう作ってどう売っているのかっていうところをお話できたらなと思っています。まず、さっき金本が紹介したんですけど、株式会社イチオイオンラボっていうのがスイッチサイエンスとスイッチエデュケーションの親会社になります。ここが、スイッチサイエンス事業とスイッチエデュケーション事業と、あとハードウェア製品の受託開発みたいなことをやってます。今ちょっと結構 IoT 流行ってるので、それ系の受託開発をかっこ笑いって勝手に書いてるすみませんをやっています。連結、3つの事業の、まあ、言ったらスイッチサイエンスっていう会社とスイッチエデュケーションっていう会社も合わせた連結の売上高が10億円弱です。3月に決算期でまだちょっと落ち着いてます、ね、うん、ちょっと苦労してますね、はいはい、組織としては2001年からあります。144ラボ自体ができたのは2017ですね。7年ですね、はい、にできました、はい、144ラボには今、グループ全体では42人の社員がいます。専従が6名、スイッチサイエンスの事業を担当しているのが11名、でスイッチサイエンスって会社に所属しているのは20名ぐらいいます。で、スイッチエデュケーションの事業を担当しているのが2人、スイッチエデュケーションっていう会社に所属しているのが2人、あと育休中の人が1人います。金子さんはここには入ってません。あ、今の42人の中に取締役が入ってないってことですか。入ってないです。なるほど、はい、入ってません。次に株式会社スイッチサイエンスの説明をします。設立は2008年です。主な事業は電子工作に使用するモジュールの輸出入、開発、製造、販売をやっています。従業員は20人いて、正社員が6人、パートタイム社員が14人です。ですいません。はい。144ラボってなんで144ラボなんですか。聞こえましたよ。144ラボは、何でしたっけ、役に立つことをするっていうところから命名しました。よね、そうですね、はい、役に立つっていう、分かんないんですけどちょっとこれ、ちょっと金本さん説明してくださいよ。実は僕も知らないこれ客当じゃないですか分かんないじゃないですか、客当番みたいじゃないですか。いや、なんかなんだろう、
社名どうするスラック社内掲示板チャットが盛り上がっているのを見て聞くのが面倒くさくなって聞くと長いんだろうなということが判断されてキャラ私の給与額がそれで変わるわけじゃないからどうでもいいかなと思って聞かなくなったんだけどまあでも知りたいか知りたいかで知りたいのでデミリカに回答いただく金本さんが決めたんですよ、うんね役に立つっていうのが、うん、役2が892だと、うん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 、で8×9×2 で100計算合ってるそれ合ってます私も今ちょっとチラッと思いましたけど、うん、金本さんが計算したんだ確かに、はい、伊達に合わせたの利口部としては最大の秘密だと、うん、そうこれはあのウェブサイトにも書くなって言われてるんで恥ずかしいから書くないろんな人に聞かれるんですよねでも144ラボですって言うとなんで144なんですかって必ず聞かれるんですけどそういう役に立つからっていうはいで、まずはスイッチサイエンスの方の説明からしていきたいと思います。スイッチサイエンスのミッションは普通の人が最先端のテクノロジーを道具として使いこなせる世界を作ることって言っています。普通の人っていうのは専門家ではない人なので、経済をやってる人とかもそれに含まれる。あと最先端のテクノロジーっていうのは、さっき高橋さんも言ってましたけど小さいチップの中に詰まっている。それから言うと最先端のテクノロジーが詰まった部品を専門家ではない人でも使えるような形にして販売とか普及活動をするっていうのがスイッチサイエンスのお仕事です。で何を売っているのかっていうとさっき高橋さん の話に出てきたマーボみたいな完成品はうちは売ってません。まあ一部売ったりもしてるんですけどそっちがメインではありません。マーボを作りたいなって思うような人が使うモジュールを売っています。マイコンボードとかそのマイコンボードを初めて使う人向けの入門キットとかマイコンボードにつないで使える周辺モジュールみたいなのを売っています。今3500種類から4000種類ぐらいのものを取り扱っています。例えばマイコンボードでいうと有名どころでいうとアルデュイーノとかラズベリーパイがあります。アルデュイーノは、はい、年間1万個ぐらい売れてますがこれは徐々に落ち着いてきてますね。数としては前は2万2万個ぐらい売れてましたね、はい、ラズベリーパイは今年新商品が出たんですよ。ラズベリーパイ4っていうのが出てそのおかげで4が出る直前3を全然製造しなくなってしまってあのラズベリーパイを作ってる会社がそうすると在庫がなくて今年は3000個しか売れなかったという異常が、うん、去年ね、はい、あ去年ね、はい、あります。アルディーノは歴史があるというか古いですもんね。古いですね。2008年創業の時からアルディーノ売ってますから。今一番売れてるウノっていつ頃からあるんでしたっけ？10年ぐらい前からある気がする。そんなないか。2010年ぐらいじゃないですか。約10年なので、はい、長いこと売れてくれる電子部品にしては珍しいタイプ、はいはい、なんか落ち着いてきたとはいえまだ年に1万個売れてるんでかなりまだまだ。であとは初心者向けの入門キットはさっきのアルデュイーノとかラズベリーパイを初めて使う人向けに売ってるもので、他にも、国内外の企業が開発製造しているモジュール類とかあと販売受託もやっています。日本にはさっきあの高さも言ってたんですけど趣味で電子工作をしてものを作ってる人がすごくたくさん結構います。でそういう人たちが作ったものを製品にして売りたいなって思った時にうちの会社に預けてもらってでうちが販売を受託して販売を代行する形で、お仕事をしています。なので、普通の会社から仕入れたものから個人のメーカーさんが作ったものまでいろんなものがうちのショップでは売っています。他にもスイッチサイエンスが開発製造したオリジナル製品みたいなのがあります。今300種類ぐらい売っています。なので、まあ、全体の 10% 弱ぐらいですかね。全部で3500種類ぐらい売ってるので、まあ、自分たちで開発製造したものが売っています。で今うちの会社で売れているトレンドの一つとしてこの M5 スタックっていうのがあるんですけど知ってますか皆さん。知らないからM5 スタックっていうのは中国の M5 スタックという会社が売っているマイコンボードですかね。
モジュールですね。中心となるマイコンボード、これ M5 スタック、ベーシックですね、これは。ベーシック。などなど、中心となるマイコンボードが7種類あって、それは合わせて 1.5 万個ぐらい売れています。去年、1年で。で、周辺も、これも、マイコンボードね。周辺モジュールっていうのは、これにこういっぱいポートが出てるんですけど、これにつないで使える周辺モジュール。例えばセンサーだったり、アクチュエーターだったりっていうのが50種類ぐらい売られていて、それは全部で1万個って、まあ、すっごく安いものから、まあまあ高いものまでいろいろあるんですけど、1万個ぐらい販売されていて、年間の売り上げが M5 スタック関連だけでも6500万円ぐらいになっています。そのアルディーノみたいなものを使って IoT 機器を作るというか、アルディーノはそもそも無線起動がないから、いろいろ頑張らないと IoT にならないんですけど、みんなそういう開発の仕事をやってると年に何回もバッテリーをつけて素人が触って壊さないように箱をつけてみたいなことをやるんですよ。スーパーたるいんですよ。やりたいのはそこじゃなくてみたいなことをいつも思うわけですよ。なので M5 スタックっていい感じでまとまってるので、そうですね、これは画面もついてるし、バッテリーも内蔵だし、見た目もこう整えられていて、そういうのがさっき高さんが言ってたような用途にはバッチリ。そう、特にプロトタイピングだと画面最終的に絶対いらないんだけど、プロトタイピングあった方がいいんですよ。なんか赤いランプ開いてますとかで呼ばれるより、なんかもう一回電源ボタンを押してくださいぐらい出てくれるとか、あとエラーその場で行ったら見えるとか、だいたいなんかパソコンには転送させるみたいなことだと、エラーが起きているパソコンまで走って帰る見たみたいなことが起きたりとかするので、画面はあるととても得をしますし、別に画面に電源を入れなければバッテリーだって長く動くから、別にあって困ることがない、みたいな意味でとてもとても売れています、はい、多分だからアルディーノみたいなものが売れなくなる代わりに、こういうもうちょいいいものが売れ、だからアルディーノの機能をきれいに置き換えてるみたいな部分もあるので、そうですね、うん、そうです、うん、はい、のが売れています、うん、他にもトレンドとしてはすごく私は最初意外だったんですけど、 AI 関連の製品がすごく売れています。めちゃめちゃ売れてますよね今、はい、その引くぐらい売れてますよね、はい、ジェットソンナノっていう画像認識してをして遊べるマイコンボードみたいなのが今売れています、まあ、ほとんどパソコンなんですけど12,540円という安さで買えて、はい、年2000台ほどこれも販売しました。これはめちゃくちゃいいですね。他にもですね、今日出てきてないけど M5 スタックも、結構 AI 関連の製品を出してます。あとシピードサイピード、あ、サイピードっていう中国のこれも会社も AI 関連の製品を出していて、この M5 スタックとサイピードの製品もかなりたくさん売れています。スードゥーカージュイですね。わからない。やっぱりアルドゥイノと呼ぶようにスードゥーカージュイと呼ぶべきで、あ、サイピード、サイ、中国語の会社名で、なるほど、はい、あ、じゃあちょっとそこ気をつけないと、また読み方コードじゃないですか。そのアルドゥイノと呼ぶ人はぜひ中国製品も中国名で、わかりました、気をつけないです、そこはね。なので MU ではなく民主園会議人、わかりました、まあ、いや失礼します、どうでもいい話です、どうでもいいです、はい、で誰が買っているのかっていうところですけど、お客様層はさっき、言っていた趣味で電子工作をする個人のお客様、メーカーの人たちですね、とかあと大学などの高等教育組織の方々、電子工学以外の分野、電子工学の分野、最初は電子工学以外の分野の人がたくさん買ってくださったんですけど、最近は電子工学の分野の方たちも買ってくださるようになっています。あと企業の研究所なんかが最初のうちはたくさん買ってくれてプロトタイピングしてくださったんですけど、最近は開発の現場の人たちもプロトタイピングに買ってくれるようになっています。あとメディアアーティストの人とかも使ってくださって、徐々に拡大していく。でお客様の目的としては1つ目は、まあ、プロトタイピングですね、開発する時のプロトタイピングとか、あと期間数量の限られた用途、まあ、さっき、まあ、試作は、まあ、プロトタイピングと一緒なんですけど、研究における実験用とか、あと展示会の間だけ動いていればいい作品用とか、そういうもののためにうちの商品を使ってくださってます。あとは単純に楽しいから動くものを作ってるっていう人、でどれくらい買われているのかです。でここからは基本的には金本の方が得意な
説明が得意なところだと思うんですけど、同じような商売をしているのが、会社が世界にもたくさんあります。アメリカにはスパークファンとかエイダフルートっていう会社があって、まあ、その辺は100万ドルぐらい年間の売り上げがあるのではないかと。ちょっと待って、100億ドルぐらいあるんじゃないですか。10億ドル、じゃあ100ミリオンとか1億ドルぐらい。10億ドル、10億ドル、日本円で100億円100万、1億ドルですね1億ドルですね。 100M は1億ドルですね。はい、はい、1億ドルぐらいですね。あと中国のシードスタジオっていうところは、あんまり数字を言ってくれないんだけど、はっきりしたことは言ってくれない、30とか言ってたけど、最近上がったり下がったりしてますね。あと中国の会社って会社が多すぎても、会社っていうかちょっと中国なんですけど、グループ会社作りまくるんですよね。だからなんか総売上がすごいカウントしづらくなって、なんかよくあの、なんだろう、よくあるのは香港とのお金の出し入れ用にそれはそれで会社を作るとか、そういうのをいっぱいやってる結果、どこまで入れるんだろうがよく分かんなくなって。あと日本ほど会計基準が整備されてないはずで、特に上場しないと整備されてないはずで、利益出そうと思えばいくら飛ばせるんですよ。つまり赤字を全部その香港の会社につけておいて、そうじゃない部分で基礎作ったりとかできるので、なかなかあの分かんなかったりします。日本にも秋月電子っていう秋葉原にある部品屋さんがあるんですけど、そこは30億円ぐらいかなと、はい、言われてますね。で、スイッチサイズは今期は年商8億円ぐらいの見込みです。あとなんか？そうですね。で、これがちょっと私には説明できないんですけど、そうか、お願いします。はい、ですね、このグラフ、12ヶ月移動集計というのを、まあ、僕らの会社では割と指標にしています。どうですか、皆さん、こんな感じで12ヶ月移動集計ってことを やることはありますかね。いや、MBA コースです。いや、多分あんまり必ずしもやらない。そうなんですか。うん、必ずしも会社によってはやらないというか、うん、どうですかね。はい、なぜこんなことやってるかっていうと、僕ら あの商売ってどうしても季節要因がすごくあります。あの4月5月ぐらい、4月はちょっとこう、学校さんの、まあ、期が始まるのは4月ですよね。で4月頭ぐらいはなかなか動きが悪くって、5月ぐらいから動き始めてとかね、夏がこんぐらい売れてとか、年末に向けて増えてきて、3月はさっぱりダメ。世の中で言うと、ね、日八がダメとかいう割にはうちの会社は2月が案外いい。そうです、まあ、そういうふうにその季節の波が必ずあるんです。でこういう時に、まあ一番簡単にやるのは、1年間の数字で見るのが一番簡単なんですけれども、それだと今まさに今仕事している中で、うん、自分たちが成長しているかどうかっていうのをなかなか見ることができないので、うんうんうん、毎月毎月その成長しているかどうかを見たいので12ヶ月集計というのをやってるんですね。過去12ヶ月を比べて前より良かったかみたいなのを見ている。だから例えば今ちょうど2月に入りましたけども、はい、そうすると、1月の数字を入れる代わりに、13ヶ月前、去年の1月の数字を外すと。なるほど。いうことをして、だから去年の、まあ、だから当月、去年の当月よりも増えてれば増えるというのをやってるんです。で、こういうグラフを書いていますと。で、正直あんまり最近成績が良くないのも含めて、正直にお見せしています。この中で特筆すべきところは矢印でちゃかちゃかっと書いてるんですけれども、例えば、この一番左のところ、2014年あたりの低迷、この売上の低迷ですね。ちょっとへこんでるところですね。へこんではいない、横に進んでるところがあるんですけれども、ここ2014年あたりで、売上がちょっとここです、ね、横ばいになっている ところがあるんですけれども、そこは何かっていうと、うん、会社の中で資金が足らなくなってですね、仕入れができなかったと。僕らはそのいわゆるその仕入れ商売、仕入れて在庫して販売をするということをやってますので、在庫がないと販売機会を逸すると、まあ、すごく、うん、すごく当たり前のことで売り上げが落ちるようになってしまうんです。で、それが
数ヶ月続いてもうしょうがなくなったんで、親会社からこの時は確か5000万ぐらい突っ込んだんですよ、親会社からね。それでまた上がるようになったというところです。それから2017年ぐらいにやはりまた傾きが低迷し、あの横に向き始めてるんですけれども、そこもやっぱりあの在庫資金がちょっと足らなくなって困ったぞというところです。でこの時は銀行さんから借り入れをがっつりすることでまた上り始めたというところです。で問題はですね、この2019年の3月7月ぐらいからまた横向いているところがあるんですけれども、ここはまあ在庫資金の問題もあるんですけれども、どちらかというと何ですかね、自分たち その商品の開発であったり、仕入れであったり、マーケティングであったり、あの小村のマーケの責任者でもあるんだけど、あんまり言うとあんまり言うとちょっとね落ち込むと思うんですけれども、その辺の問題が出てきてるんじゃないのかなと思っています。でもう一個右下の矢印、これはちょっと特殊なんですけれども、この、水色の線のグラフは何かっていうと、利益率ですね。それからその下の灰色の面で塗ってあるところっていうのが、あの税前の利益の数字ですね。これが非常に悪くなってきているんですけれども、これはちょっと社内で少し特殊なことをやっていて、親会社に利益を吸い上げているんですね。で吸い上げる数字をちょっと設定を間違えてしまって、いっぱい吸い上げて吸ってしまって、ちょっと赤字ちょっと恥ずかしいことが起きています。ですからこの4月からまたちょっと契約を変えてですね、この辺をうまくこなして していきたいなと考えているところです。で、まあ、これはよく見る BS ですね。右の水色の お金を借りている1億、これ100単位100万ですけれども、1億5000ぐらいをそのまま、在庫に突っ込んでいるということがよくわかると思います。どこかはまあすごくごく普通の表ですかね。あとちょっと株資本が少し少ないですね。これやはりその親会社に送りすぎてしまったので株主が削られているというところじゃないのかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次はちょっとさっきマーケのこと言われたらちょっと心が落ち込み始めた大丈夫ですよ、大丈夫。次、製造サイクルとサイズ感についてです。製造サイクルっていうのは、うちは商品を自分たちでも企画開発してやってるんですけど、そのサイクルについて説明します。まずは起案があって、試作してみてテストやって量産やって販売するっていう工程がざっくり言うとあります。でこれにうちは1ヶ月から 1.5 ヶ月をかけて、起案から販売までが、まあ、最長でも 1.5 ヶ月ぐらいで回るようにしています。まあ、量産っていうところになると、初回ロットは50個とか100個とかそれぐらいのすごく少ない数字から始めることもあります。もっと少なくて、まあ、一応ちょっと作ってみてちょっと出してみたらどうかなみたいな、お試しで15個とか30個とかっていう単位で作ることもあります。で重視しているポイントとしてはスピード感で、面白いものをなるべく早くお客様に届けるっていうことを重視しているので、この 1.5 ヶ月っていうのを極力超えないように素早く商品を出せるようにっていうところを目標に製造開発制度をやっています。で自社製品の価格設定なんですけど、原価は売値の 36% を目標に設定しています。粗利は 40% ぐらいないとやっていけません。自社製品を売るのはとっても手間がかかって、全部サポートをやらないといけないので、粗利 40% ぐらいは確保したいなと思っています。 できれば販売店さんにも粗利 40% 確保してほしいので、そうすると、販売店さんっていうのはうちの製品を取り扱ってくれているお店のことなんですけど、でうちも 40% 欲しいし、販売店さんにも 40% 残したいと思うと、まあ、原価が 36% ぐらいに抑えられるように売り値を決めないといけないということで、原価は売り値の 36% 目標に設定しています。あ、そうだ、言い忘れてたんですけど、水気サイエンスってリアル店舗ないんですよ。全部みんなオンラインで買うんですよ。で
業班とかは学校から取り合わせが来て僕らから段ボールで送って、で請求書も発行したりとか、そういう意味で法人としてはフィジカルのオフィスもあるし倉庫もあるし発送もやってるんですけど、リアルの店舗ってないんですよ。ただ僕たちが総代理店やってたり、僕たちが自分たちで作った製品って秋葉原行くと秋葉原の部品屋に置いてあったりするんですよ。それは僕らから卸してることが多いです。はい、通常のネット通販とかってあんまり在庫持たなくていいっていうメリットがあると思うんですけど、在庫代にある程度はかないといけない理由とかっていうのは、マザーボードの仕入れとかで空輸とか時間かかるからとか、いや、どうですかそこ。まずSKU が、つまりその種類が3500個あるじゃないですか、はい、つまり1個について言うても在庫持たないっていうのはゼロではないので、ああそういう多種多品種だからってことです。そう、どうしても例えばなんか分かんないけど、そうだな、平均で平均というかざっくりで1種類に何個ぐらい持ってますかね。もちろん売れるものと売れないもので違うんだろうけど、まあ、そうだ、平均を出すのは難しいですね。売れるものは1000個とか在庫もしますよね、1000個とかっていう単位で、うんうん、1ヶ月で何個売れるかみたいなのを見て決めますけど、でも平気で10個以下のしか在庫してないものとかもあります。そう、年に3つぐらいしか出ないようなものもあるんですよ。そうするとまあ言ってもやっぱその外国製品で外国で輸入からやってると普通に1ヶ月とかかかるので、それはさすがにない気がしてて、なるだけ欠品ゼロの状態を保ちたいんですよ。それは保った方がいいじゃないですか、どう考えても。だからまあアマゾンとそれはよく似てて、アマゾンぐらいでかい商売してると無在庫と言いながら例の行き交うのバカ高い倉庫がいて、弊社ぐらいだとなるべく社会的な定義で言うと弊社も無在庫に近いと思うんだけど、3500個あるとこの教室全体よりはちょっと小さい部分ぐらいのスペースを倉庫スペースにしています。でだからよく売れるやつは本当に何百個何千個とか、あとだから4月前だから大学から注文があるからみたいなのもやっといたり、なんだろう、まあ、だから売れないものは例えば最初なんか100個仕入れてあっという間に売れると次も100個注文するんだけど、100個売れて売り切れるのに3ヶ月ぐらいかかると次の注文は30個くらいにしておこうかなみたいな、いうことをやったりとか、そういうことをします。あとはなんかすごいもっともっとなんていうの、ハードウェアのめんどくさい話で何度もしたんですけど、した話が噛み合ってきて、箱がでかいとなるべく少なめにしたいなとか、うん、箱がでかいと少なめにしたいなとか、あと逆に送料が高いものだとまとめたいなとか、その売ってるものが安い、その3000円とかぐらいのものが多いので、中国から日本にそのちゃんと保証されるフェデックスとかのものを送ると普通に4万円とかかかるんですよ。でそうすると10個売るのに4万円送料かけてると1個に対して4000円送料かかるじゃないですか。さすがにそのなんか10万円のもので送料4000円はわかるんだけど、3000円のもので送料4000円ないじゃないですか、みたいなのとかも考えながら、だからそこはさすがに人間じゃないと、今の AI では難しくて、人間の仕入れ担当が売上とか あとなんか数年の経験みたいなのも入れながら、あれは多分すごい頑張れば最終的に多分 AI にできると思うんだけど、まあでも5年ぐらいはかかりそうですよね、まだね。それだから AI 導入結果が立つほど、AI 化されできそうな仕事ではない。あと結構その仕入れって、なんだろう、なんて言うんでしょう、弊社の製品流行り廃りもかなり激しいですよね。そうですね。なんかテレビで AI 特集やったからジェットソンなのが今日売れるとか、なくはない、まあ、普通にあるわけですよ。あとなんかワークショップが流行ったから40個単位で履けるとか、なんかそういうのも、あとなんか普通にそういう雑誌で特集が入ったからみたいなものがあって、今のところまだ人間しかもチームでやってますよね。そうですね、みたいな感じの話ではあります。在庫管理システムは自社で作ってます、うんうん、はい、社内で開発しています、はい、見果てる夢でいつかやりたいなっていう部分で、倉庫も発送も全部外注はやりたい、いつかわかんない、やりたいですねいつかわかんないただやってて思うんですけど、めんどくさいんですよマジで。なんだけどそこが利益の中心でもあって、それが例えばアマゾンとかのシステムでできるようになるとすると、別にお前らいらなくないかみたいな結果が言われることもたまにあるような気がしていて、そうですね、はい、で、さっきお客様層は徐々に拡大してるって言ってたんですけど、最近ではですね、先生とか学校の先生とか子供とか、子供に電子工作とかさせたい親みたいなのも
かなりお客様として増えてきていて、これは今年の4月から小学校でプログラミング教育が一周化されるんですけど、その流れでロボットプログラミングとかステム教育とかメーカー教育っていうのが一つトレンドになってきています、この業界でも。それでその流れでこういうお客様が増えてるんですけど、こういうお客様って普通の人よりも知らないというか、その技術的なことがわからない、普通のさっき私たちが定義していた普通の人っていう人よりもっと詳しい説明とかコンテンツとかを求める人たちなんですよね。なのでそういうところもあって、スイッチエデュケーションっていう会社を2017年に設立しました。でこっちは私がやっている会社なんですけど、科学技術分野の教育で、その教育用の教材の開発と製造と販売と輸出入をやっています。書籍を書いたりもしています。で従業員は、2人ともパートタイム従業員です。で他に144ラボの正社員が2人やってます。なので全部で4人で回しています。スイッチエデュケーションのミッションは、全ての子どもが科学を遊べる世界を作るって言っていて、子どもが科学技術みたいなのを道具として、道具っていうのはハサミとかノリとかそういうのと同じレベルの道具として使って遊べるようにするっていうのがスイッチエデュケーションのミッションです。で今、さっき M5 スタックが流行ってるとか AI 系のモジュールが流行ってるよみたいなこと言ったんですけど、実際に一番流行ってるのは多分マイクロビットで、そうですね、はい、プログラミング教育用のマイコンボード、マイクロビットっていうのがイギリスで2016年、15年ぐらいですかねに作られました。で日本では2017年の8月にローンチしたんですけど、今までで7万個ぐらい売れてます、うん、で去年は 3.3 万個売れました、うちから。これはすごく本当に流行っているなと思います。その取引先としては学校さんとか自治体とかも多いんですけど、個人のお客さんもかなりたくさん買ってくださってるなと思います。でうちはマイクロビット初心者向けキット、初めて使う子どもとか親とか向けのキットを作ったり、まあ、周辺モジュールアクセサリーですね、とスイッチエデュケーションの社内で開発したものを販売したりしています。うちはスタッフが4人しかいなくて、1人マーケみたいな、営業マーケみたいなことして、技術者は1人で、あと2人はお客様対応と発送とかやってるんですけど、技術者1人なんですけど、去年彼は1年間で36個新商品を作りました、はい、すごく、まあ、すごい、まあ、流行ってるっていうのもあるんですけど、まあ、子供の頃自分はこういうので学びたかったなみたいな気持ちを多分皆さん持っているっていうのも、その希望みたいなのもぶつけて、すごい早いサイクルで作ってくれて、去年は36個出ました。彼としては48個作りたかったらしくて、いいです、48個作るとほぼ1週間1製品です、ね、あ、そうそ う, そうです、ね、が目標だったんだけど、36個だったから悔しいってずっと言ってました。その今入ってるキットみたいなのは、なんでキットいるかっていうと、マイクロビットだけでも結構遊べるんですけど、マイクロビットと例えばマイクロビットを始めるっていう本を一緒に買うと、最初の20ページぐらいはマイクロビットだけで遊べるんですけど、次に加速度センサーをつなげてみようとか出てくるんで、まあ、加速度センサーはついてるな、うん、なんか外部のなんか例えばスピーカーとかそういうみたいなのもついてくるんですよ。でスピーカーはネット通販で買うと20円とかなんですよ。なんだけど送料が300円とかかかるし、かつ届くのにそうですね3日4日ぐらいかかるから、だいたいその最初の30ページって普通に1時間半ぐらいで終わるんですよ。そこでテンションがブズッと切れるとかすごく嫌で、そうすると本に書いてあるぐらいのものは最初に入れようみたいな。最初の2000マイクロビットは2140円とかなんですけど、キットになっても4000円ぐらいですよね。そうです、うちが出してる、うん、この初心者、うん、まあ、一番シンプルなキットが3000円ぐらいですね、うん、でスピーカーとかついたものは4000円とか4500円とかで売っています。で別にこれにするから部品代割引してるかというとそこまででもないんですけど、ほんのちょっぴりだけお得になってるのと、何より送料なしでごとっと届くのと、あと何よりも3500個あるスケールの中でみんな何買っていいか分かんないんですよ。スピーカーだけでも弊社のサイト今日あるんですよ。どれがマイクロビットにつながるかとか僕でもよく分かんないので、検証しないと。なのでキットになってることの意味があります。そうですね、うん、はい、でお客様層としてはさっき言った学校とか塾とか最近すごく増えてるんですけど、プログラミングのお教室とかに販売しています。でお客様の目的としては買う
大人の目的はまあ子供に教育を施したいっていうものなんですけど、まあ、使ってる子供の目的は楽しければいいので、楽しいっていうところに私たちは着目して商品作りをやっています。で、私たちも自分たちで作ってるんですけど、こっちはさっきのスイッチサンスとは違って 1.5 ヶ月から2ヶ月、さっきのスイッチサンスよりちょっと長めに開発サイクルを回しています。まあ、なんでやってるかっていうと、子供向けの製品なのでテストにスイッチサイエンスで作るよりもちょっと時間がかかります。安全性の確認とか、あと間違いにくさの確認みたいなのを必ず行うようにしています。で、初回ロットはスイッチサイエンスと一緒で50個とか100個で、一緒の感じで15個とか30個とか10個とか5個とかっていうこともうちの場合はあります。で、何より時間がかかるのがコンテンツの作成なんですね。じゃあもう量産しちゃったら販売することにはしてるんですけど、その後にその製品を使ったコンテンツっていうのをかなり長いこと時間をかけて作っていきます。コンテンツっていうのは授業で使えるドキュメントとか指導案とか書籍とか、子どもが楽しめるワークショップの企画とか、保護者に納得感のある見せ方をどうしたらできるかなとかっていうところです。で、重要視しているポイントはコンテンツで完全な初心者でも楽しめるような仕掛けを、ここにかなり時間をかけて作っています。で、どんなことをしてるかっていうと、うちは2週間に1回子供に会社に来てもらって新商品のテストモニターみたいなのをやってもらってます。新商品っていうか新しいコンテンツのモニターですね。例えば何か光るものを作ろうみたいなテーマのキットを1個作ったとしたら、例えばこれをパッと渡したらこの子供たちは何を作るだろうってなったら、まあ大体男の子は武器を光らせるんだなみたいなのとか、あとプラネタリウムを作ってみようみたいな、自分が入れる大きさのプラネタリウムから作るとどんな感じになる、どれぐらいプログラミングするのかなとか、色の勉強にもなるんだなみたいなことを試したりとか、と動かして遊ぼうっていうテーマのセットを作ったら何をやるのかなと思ったら尻尾を動かした人と、あとまあ高橋さんも好きな猫耳ですね、これは定番ですね、定番のやつを動かす子が、あとこれは大人が作りました、クレーンゲーム。おーすげえ、はい、これは大作でしたね、すごい大作を、うちの技術者がなんかすごい時間をかけてやってるなと思ったら、多分これのせいで48個いけなかったんじゃないかっていう気持ちですけど、はい、これかなり時間をかけて作ってました。うちの息子ですけどめっちゃ楽しんで、はい、家に持って帰りたいって言ってましたね。これめちゃめちゃ大変ですよね。めちゃめちゃ大変です。マイクロビットもめちゃくちゃ使ってますからね。これしかもなんかそのプログラムとか制御のところ以上に、はい、そのだから物を使ってあげる部分をハードウェア的に作ると結構辛いじゃないですか。そうです、彼の自宅にある 3D プリンターとかを総動員して実装してましたよ、はい、そのね、機械で動くものってもっとこっちが動いちゃうとすごい困るので、すげえがっきり作んないといけないんですよ。そのなんかなんでこんな軽いものが上に乗って動くのにこんなにがっきりした骨組みがみたいな、しかもがっきり作った骨組みってあと1センチ切った方がよかったみたいなのが超難しくて、またこれはこれで。あとこれあの5歳児、5、6歳児で一番下が3歳なんですけど、だったんですけど、この時はに遊ばせてるんで、あの一瞬で壊されるっていう恐れが容赦なく壊しますよね。そうそう、容赦ないんですよ。ただあのすごいうちの技術者のことをこの子供たちは尊敬しているので、この技術者が悲しむことはしちゃいけないって精神でこの時は壊さなかったです、見事に、はい、出ました。あとラジコンカーで遊ぼうみたいなキットを出すと、まあ、これは棒倒しですね。この棒を倒、まあ、マイクロビットには加速度センサーがついているので、こう動かされたみたいな、棒が倒れたっていうことを自動で判別できるんですね。そういう機能を使ってこの棒を先に倒せたチームの勝ちだよみたいなことをやったりとか、あとロボットサッカーですね。これは自分たちでバンパーを作ってサッカーをして遊ぶっていうワークショップなんですけど、これは結構ヒットで、まあ、3、4時間のワークショップなんですけど、毎回募集するとすぐに考えます。であとはマイクロビットを持って外に遊びに行こうみたいなテーマで何か考えたら、マイクロビット使って外で泥系やったり鬼ごっこやったりとか、あとマイクロビット無線機能がついてるので無線電波の強弱を使って、近くにあったら無線電波が強いからそこにお宝があるよみたいなのが読み取れるということで宝探しをしたりとかっていうことを、まあ、各週やっています。
これ去年の5月ぐらいからやってるので割とあの物になってるものもそれなりにあるんですけど、うん、とボツになっている案の方が圧倒的に多いです。3、4回に1回ぐらいしか次に繋がらない感じで、ここまで来るとだいぶ大掛かりですよね。つまりなんか他人の子だと本当にゼロから説明できないじゃないですか。あ、そうですね。この子たちは私の息子と甥っ子たちなので、もうだいぶ大体のことは分かっている、うんうんうん、これがどんな機能があるかみたいなのも分かっている。自分がプログラムを書いたらなんか好きなように動いてくれるものなんだっていうことも分かっているのでかなりいいんですけど、実際の別の子供たちを呼んでくるワークショップだとゼロから説明が必要なので、うん、もっと時間がかかりますねっていうことをやったりしています。あとは実際の学校にも行って体育と数学と算数とプログラミングを組み合わせてどんな授業ができるのかっていうのを実際に先生の前で授業をやったりするっていう活動もやってます。なのでどっちかというと本当物を売ってるんですけどコンテンツを作ってコンテンツを売るっていう方が多い会社になってます。であとはユーザーとか偉い人とかとコミュニケーションを取るっていうのが私の最大のお仕事です。マイクロビットを仕入れて売るとかっていうのも大体、まあ、私の印象だとどんな海外の偉い人たちも割と仲いい人と仕事をしているんだなっていうのがまあ仲いいっていうのは仕事上仲いいってことなんですけど、こうレスポンスがいいとかこう気にかけてくれてるとか、今回あの中国の方でコロナウイルスが流行ったりしていて、で中国にも取引先、香港にも取引先あるんですけど、こっちがどれだけ気にかけてるかっていうのを割と気にして見ているなっていうのをすごく思います。なので今回も一番仲いい取引先のところには大丈夫みたいなのを送ったりして、そこがもう言ったら経済が打撃を受けているので香港とかも、なのでそこから優先的に物を買おうかなっていうことをやったりとか、だからそこは人間付き合いでやっていくしかないんだなって思って、割とコミュニケーションを頻繁に取るようにしています。なのでそこら辺はちょっとサイエンスとエデュケーションはちょっと違うのかなと。いやサイエンスも変わんないっちゃ変わんない気がするというか、そもそも大して大きいビジネスじゃないのでコミュニティ作りやるのすごい大事なんですよね。そのなんか純粋にこれだけを仕事にしてる人ってあんまりいないんですよ。どういうことかというと、このマイクロビット財団もそのマイクロビット開発してる、マイクロビット財団の人も別に仕事ある人がほとんどなんですよ。大元の大元の BBC が中心になって教育テレビでプログラミングプログラムを作るハードウェアを別の会社が作るみたいなところまではガチの仕事だったんだけど、でもそれは多分2年とかで、その後も財団の人残ってるし人数増えてて、でそういう人は本業は先生だったり、そうですね、あのワリスっていう中心にディストリビューターだったり、そう、この中心にいるワリスはディストリビューターでマイクロビット財団のアジア代表をやってるんですけど、この人は香港に今住んでて、普段はマイクロビットだけじゃなくて他のプログラミング教育用のモジュールとかを売る会社をやっている人ですね。ワリスも多分年、ね、僕より飛行機を乗る回数多いんじゃないかな。僕が大体100とかそれぐらいなんですよ。ワリス多分もう3割ぐらい多いようなイメージがそうですね、ありますね。そうですね、うん、そう、空港に住んでるって奥さんに言われるって言ってたんで、しかもワリス夢までいるんですよ、羨ましい。それはともかく子供も2人いますよ、ワリスですよね、羨ましい、はいテスラに乗ってるんですよまあ いやそれは置いとく、それはすごいプレッシャーかよとさ、そうですね、所属する会社の問題ですよねまあそれはともかくとして、つまりそのマイクロビットの開発とか普及ってそんなにがっつりビジネスになってるわけでもないし、我々が扱ってる3500のオープンソースハードウェアのほとんどもそれ単体でむちゃくちゃでかいビジネスだったかっていうとあんまそうでもないんですよ。そうするといかにコミュニティっぽくやった方が大事かとか、その年間で売れる回数が100個と200個で大違いだとすると10人しか来ないワークショップを3回やるとかがすごい大事なんですよ、そこで動くので。でそれって10人しか来ないワークショップってどう考えても単体利益出ないんだけど、あのだから他の仕事とくっつけるなり、だから普段は先生やってるとか、あとそもそもこの仕事全体を趣味でやってますみたいな、いうだから普段は普通にエンジニアをやってますだけどコンピューター教育に関心あるしみたいな部分で、いわゆるまともなビジネスよりもまともというかその完全に利益を目的から逆算してやってるビジネスに比べると好きでないとできないオープンイノベーションっぽさが全力で出ているタイプのビジネスではあります。教育系は確かにそれもあるかも。そう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 、強めかもそれですね、
というわけでですね、まとめです。2社の紹介をしました。スイッチサイエンスとスイッチエデュケーションの紹介を中心にしました。で、この2社は販売しているものは大体同じです。マイコンボードとか電子工作用のモジュールを売っています。ただターゲットとするマーケットが別なので重視する点が違っていて、まあ、スイッチサイエンスの方はスピード感を重視して物をどんどん出して、まあ、すぐ飽きられる傾向もあるのですぐに取りやめるっていうのを重視していて、とスイッチエデュケーションの方はコンテンツを作り込んで一つの商品が長く売れるようにっていうふうに、ちょっとターゲットが別なのでマーケットを分けて2つの会社をやっていますという紹介でした。ここまででスイッチサイエンスとスイッチエデュケーションの紹介は以上です。ありがとうございました。早く早く、はい、ちょっとアルディノのところもう一回出してもらっていいですか。アルディーノってあの1万個のとこですか。そうですそうです。写真が出てればそれで大丈夫です。持っていると別に、まあ、これ、うん、このアルディーノって、まあ、ある意味でオープンソースハードウェアの1個の代表みたいなことを言われていて、もともとこれイタリアの、美大の先生とかが本当は美大の学生に光るものとか作ってほしいんだけど、美大の学生電子工作のスキル低すぎてそんなもの作れないみたいなのがあって、単に電気くっつけて光るはできるんだけど、できれば触ったら光るとかを作ってほしいんだけど、それができなさすぎるっていうのがあって、でマイコンボード触るの難しすぎるので、それに比べると圧倒的に簡単なマイコンボードを作ろうと思って作られたフリッツィッグっていう別の会社の製品が元になっています。そしてそのフリッツィッグっていう製品は商売としては成り立たなくて会社ごと潰れたんですよね。その会社が潰れるときに物としては悪くないからオープンソースハードウェアとしてこれをリリースしようということで生まれたのがアルディの、まあ、細かく言うといろいろ間違いはあるんですがフリッチングじゃないの。あれ何でしたっけ。プロセッシング。え、プロセッシングって言語じゃなくてボードもあったの。ない、あ、いや、あった、あった、あったんだ、うん、あったんだ。プロセッシングがあって、うん、まあいいや、あのアルディの前身が何だっけ、なんかありましたよね、ボード1個名前、ね、まあいろいろ紆余曲折あったやつ、うん、まあいずれにせよ、大ざっくりで言うと潰れそうな会社というか実際に潰れちゃった会社がその自分の機材をパブリックドメインにリリースしたみたいなのがアルディの成り立ちっていうところはガチです。会社名はちょっと違うかもしれません。でその後法人としてのアルディーノは再生というか別の形の会社になって、アルディーノのパテントだけ、パテントとかでコピーライトじゃなくてトレードマークだけそこが持ってるんですよ。パテントのトレードマークどう違うみたいな話は月曜日にまとめてやるんですけど、例えばオープンソースハードウェアだから僕が自分のアルディーノを作るのは、ハードウェア的にはやってよくてそれ売っても構わないんですよ。でもアルディーノっていう名前にするとダメなんですよ。高須ディーノだったら大丈夫。それでいろんな世界のいろんな国がミニディーノとかビッグディーノとか Wi-Fi ディーノとか、まあ、そういう風な感じの別のハードウェアを作っていて、でもマイコンが同じでソフトウェアは同じだからみんなしていわゆるアルディーノシリーズで動きますっていうソフトウェアやいわゆるアルディーノシリーズで動きますっていうセンサーとかをいっぱい作るんですよ。でさっきの M5 スタックもアルディーノの開発環境はそのまま使えるんですよ。で新しい開発環境を覚える、新しいハードウェアのプログラムを覚えるのはそれなりに面倒いので、このアルディーノシリーズって今その意味では世界で一番たくさん売れたマイコンになってて、今ではコンピューターすごい詳しい人、もともとのそのアルディーノグループの目標がなかったような人まで手軽に作れそうだからまずアルディーノでやろう、ググれば作り方が書いてあるだろうみたいなことになっていて、で結果として法人としてのアルディーノもその頃に比べたら全然儲かってますよね。今だって多分その法人アルディーノむちゃくちゃ人いますよね。今めちゃくちゃいますね。あと、うん、まあこの前教育系は会社分けてました。そうで別の種類のアルディーノ作ったりとか、あとグループとして先生雇って先生に評価書書かせてより普及活動をやろうとか、結果としてオープンソースにした方がビジネスが生きたっていう、しかも互換品をみんなが作ることによってよりビジネスが生きたっていうその意味ではなんかものすごくものすごく面白い商売のユースケースだなというふうに思っています。でアルディーノがそんな商売の仕方をしたみたいなの、あと 3D プリンターも結構似たような商売の仕方をしていて、いわゆるソフトクリームみたいに物がニューニューに出てくるタイプ のオープンソース 3D プリンターって大体はレップラップっていう環境を元にしてるんですよ。それを各社がモディファイしてうちの会社の 3D プリンターで売ってるんだけど、元は大体レップラップでやることが多くて、でそれもオープンソースにすることによって他の 3D プリンターでも使えるし、で各社一応あれはもっと産業ロボットに近い細かい部分で差が出るからそこで差をつけて
商売をしてるんだけど、それもオープンソースにしてコミュニティ化することで全員が改良するので、どっかの会社が全部あの独占して一番いいものを作るっていうビジネスよりも伸びてるっていう珍しいケースで、で僕その2つの事例を見てて、確かにオープンソースのソフトウェアもアパッチとか MySQL とか、つまりプログラマーが大好きで毎日使うもの以外はあんまりオープンソースになんないよなと思ったので、ハードウェアもまず開発ツールからオープンになっていくみたいな風に思ったのはその2つの出来事がきっかけで、そう思って注意してみると、開発ボードって基本何でもオープンソースにする、何でもというか比較的オープンソースにしやすいですよね。まあそうだね、うん、オープンにしても別に普通の人は別にそれで再生産できるわけではない、でも能力を持っている人ならば再生産のコピーを作ることができてより良くすることができる、はい、し、あと実際にそれ使って、例えばなんかスマート冷蔵庫とか作るときに部品の内部の資料分かんないとどうしようもないんですよ。だからその意味ではオープンソースのものの方が売れやすかったりするんですよ、うん、だから多分自分の会社をやってる商売に他人が手を貸してくれそうだな、またはくれるなって思ったときにオープンの意味ってめちゃめちゃ大きいんですよ。でそのための権利処理としてオープンソースがあるんだけど、オープンソースに限らず、なんであれ自分の商売にうまく他人が乗ってくれるような仕組みを作るみたいなのがビジネスにオープンソース、オープン的なやり方を入れていくことが大事になるポイントなんではないかなとは思います。そのオープンイノベーションって辞書で引くというか、クリステンセンの言ったあの定義に戻ると、異なる組織の自分の組織以外の人間を入れて共通して問題を解決することなんですよ。単にオープンにすることや単にコミュニティを作ることは別にオープンイノベーションではなくて、一緒になって何かの問題を解くことが、まあ、お金を儲けるとかがオープンイノベーションで、あとガラントバザールっていうそのオープンソースのソフトウェアの開発ってどうやるとうまくいくんだろうを分析したすごく面白い論文があるんですけど、そこにもとりあえず全員が分かるプロトタイプ絶対あった方がよくて、てかもっと言うと先に物がないと絶対オープンなんかそのイノベーションとか無理みたいな、物があるとそこに寄ってくる人間が集まって、あとは寄ってきた人間たちの中でみんなの意見ってどうやって集中しようとか、そういうとこはいろんなマネージメントの差があるんだけど、なんかわかんない、誰でも自由に勝手に物を言わせた方がいいのか、誰かマネージャーが決めた方がいいのかとか、そこは諸説分分あるし、多分最近の方来てあんまりないんだけど、君ガラントバザールは後で URL を Facebook グループに貼るけど、むちゃくちゃ面白いのでみんな読んだ方がいいと思います。プログラミング関係の部分は全部すっ飛ばしても、オープンソースプレスで一番大事なことの一つは、いわゆるオーガナイザーがいいやつであることであるとか悪いやつと一緒に誰も仕事をしたがらないみたいな部分とか、すごくこの仕事の機械ことがいっぱい書いてあって、今でももう一回読むと新しい発見があったりとかするので、今でも結構数ヶ月に一回ぐらい読んでるとかしてます。なんかご質問コーナーとかあれば。はい、あのオンラインで販売されてるってことで、それは自社のオンラインショップみたいな、そこがメインで Amazon とかでも売ってます。 Amazon は僕らから言うと卸してるになる。いや違う、 FBA で預けてる。あ、なるほど。預けてるのと、あと Amazon の注文がうちの方に入ってきてうちから出すっていうのにしよう。なんか御社のオンラインショップってどうやったら出てくる？あ、スイッチサイエンスでググったら出てくると思っちゃう。わかりました。多分 M5 スタックとかでググっても上から3番目ぐらいに弊社が出るような気がする特に国内だったら。あ、だから僕らその書いてあること以外でもユーザーミーティングとかユーザーコミュニティになるだけ協賛するようにしています。協賛のやり方はいっぱいあって、例えば M5 スタックだと今のユーザーが超熱いので、僕は M5 スタックの開発マネージャーが住んでいる深圳に普段住んでいるので、スマホ持って遊びに行って一緒に頑張れって動画撮ってくるとか、そういうのもあったりします。あと本社に行くと T シャツとかいくらでもくれるので、もらったものを日本に流してそのユーザーミートアップで配ってもらうとか、あと普通になんかなんだろう、実際問題としてちょっとあまりに難しすぎるからやりづらいのは物貸すとかで、貸すと中古品になっちゃうから、しかもなんか貸してくれって言われるものって結構高いのが多いんですよ。1万円のもの20個かみたいな、20万かみたいな、なんかあのそのめちゃめちゃ売れるんだと貸し出し用とかプールしておけるんですけど、そうじゃないものも多いので、でも逆に言うと可能であればだからやれることだったら大体やってます。あとはなんかなんだろう、でもなんか派遣されてワークショップやるとかだとなんか普通の営業っぽいですよね。
他の会社もやってるっちゃ他の会社もやってそうな感じがしますよね。他の会社ご依頼いただいてやるワークショップは営業です、ね、うんうん、ですよね。あれはもう営業ですよね。別にオープンイノベーションでもないですよね。もうサービス業ですから。もちろんだからとは言いながらもなるべくうちの会社っぽくなるようにしてるものの、まあでもそれは業態に入れたらサービス業だと思います。だからユーザーコミュニティへの支援も普通の言葉で言うと PR なんだけど、でも PR がすごく大事な業界でもあるということ。ただワークショップもあれですね、あと教育の文脈だと同じワークショップをできる人を増やすっていうのがすごく大事なので、はい、うん、そこのところは割と考えてやってますね、はい、先生をやってる人だったらまだやりやすいんですけど、例えば電気屋の店員さんとかでもできるレベルまで落とし込むとかいうのはやってますね、はいはい、なんかそうものすごく広く言う、ものすごく超ざっくり言うと、物を物理的に動かす仕事と物を開発仕事の他は全部我々との布教活動じゃないですか。そうです、はい、そうですね、布教活動です、布教活動、基本的には布教活動をやっています。そう、教育の文脈でもそうですね、コンテンツを作るのは布教活動です、布教活動です、最近だとなんか意識高いというか、キリコンバレーのそういう大きい会社、マイクロソフトとかグーグルとかもなんかだから、あんまり PR って言わなくなってますよね。エヴァンジェリストとか言ってますよね。僕も他人から言われる言葉は大体エヴァンジェリストです。僕もそうですね、業務のほとんどというか、私自身がどう仕事してるかというと、世界中のいろんなメーカーイベントに行って面白そうな製品を発見したら、まず開発者と仲良くなって輸入するが私のメインのメインのメイン業務です。でもそれは社員の他のいろんな人もやってます。社内のいろんな人も電子部品好きな人が多くて、いろんな英語や日本語やその他の電子ブログ読んでて、で何これ面白そうみたいな社内チャットに共有されて、で社内の何人かでこれ入れられるかなとか、そういうことを話したりとかしています。でも確かにフィジカルなイベントに一番行ってるのは間違いなく僕で、特に外国になると海外に住んでる僕だけなんですよ。なので圧倒的にたくさん行ってるの でそこでないと仲良くなるのが難しいので、でその世界でのスイッチサイエンスまあまあ有名なので、あと私個人もまあまあ有名なので、なんかそのセルフィー撮って向こうにこう貼って、でなんか場合によってはなんか分かんないけど30個とかもその場に在庫あるんだと、今払うから全部買うとかなんかやって日本に送るみたいなこともたまにやってます。そうか、もう高須さんと一緒に出張に行くと、うん、必ずなんで高須を雇ったのってこう高須は何と仕事、外人からはあんまり聞かれたくない。いやいや、この前は聞かれたんですよ、この前は。そう聞かれたんですよ、うん、外国結構こういう会社多い気がする、そういう仕事多い気がするけど、多分ね、多分その時は、うん、あ、そうね、これ聞いてきた、前回聞いてきたのはエリックが聞いてきたんですけど、あ、エリックパンね、エリックパンじゃなくてどっちがエリック、ね、ストロービーズ。あー、まずお前がなんで働く、まあいいや、ちょっと話がするの置いてる、それは CTO の方じゃないですか、はいはいはい、CTO のエリックは、うん、まあ多分高須さんみたいなタイプの人なんですよね、で CEO もエリックって言うんですけど、はい、そっちの人はすごくまともな感じの、そうですね、はい、はい、すごく真面目な感じの人で、うん、その人に、だからその人も同じ気持ちなんでしょうね、うん、その CTO のエリックを、うん、まあ、CTO のエリックが大事なんだけど、うん、だからスイッチサイエンスにとっても高須はそういう感じなのかっていう話です、ね、あ、なるほど、なるほど、確かにその、そのストロービーっていうすごい面白い製品があって、ストローを使って何かしらのストラクチャーを作る、ちょっと動画見せてもらっていいですか、ストロービーで検索できる YouTube で、あ、カタカナでいける、カタカナでいける、あ、今日、いや、私グーグルは、そう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 、あれ、これです、ね、それです、それです、ストローを使って、ストロー自体は別に他の会社のものなんだけど、ストローを結節するジョイントみたいなものを作ってるんですよね。で、このジョイントでいろんな構造体が作れる。傘みたいなものも作れるし、頑張るとなんかロボットじゃないけど、それこそ普通に折りたたみ傘みたいに動作するものも作れるんですよ。で、これ作ってる会社のメカニカルエンジニアであり、チーフテクノロジーオフィサーである、エリック・トーレンセンっていう方が、世界のあらゆるイベントに行ってるし、すっげえよく喋るし、すごいうるさい、まあ、その会社でいうところの僕みたいな存在なんですよ。
で結構確かにオープンソースあたりの仕事ってそういう不況おじさんがいる会社は多い気がしますよね。ちょっとそれパソコン使わせてもらっていいですか。スウェーデンのマルモでやっていたザ・カンファレンスっていうカンファレンスに僕とエリック一緒にプレゼンすることになって、その時がサフの出会いなんですよ。多分動画あるんですよ。プロトタイプエブリシングっていうタイトルの、プレゼンテーションで私とエリックともう一人がプレゼンしたんですけど、あ、4年前のカンファレンスだからサイトはもうリニューアルされている。しかし動画があった。こいつだ。15分もあるから全部は見ないけど、そうは、あの見た瞬間に、あ、なんかいるわこういうおじさんっていうタイプの。Completely new. That's taken directly from the Maker Movement into my part of the Maker Movement. So does anybody know about Jay Silver? 僕よりだいぶイケメンですもん。Guy behind Makey Makey, one of the two guys behind the Makey Makey. They made something called the Drawdio. So I do some things that we don't tell people about. We kind of take the Maker Movement into children's hospitals. So now you're the first to know that we do this, and we haven't said it to basically anyone except the kids at the hospital. But this is a large-scale prototype, the first time it's been showed, of a weird medical journal thingy. Okay? Are you following me this far? It's just a little bit scaled up. So the thought was to make this a little bit less scary for the kids and more fun. So what this does, this was... 僕はこの人の別に面白いと思うのは、この人の英語別に汚い方じゃないんだけど、何言ってるか全く分かんないんですよ。いや、いやいや。この人の英語言ってるか全然分からない。ちょっと思考が飛ぶんだ。Okay. It's on. まだ俺の言う話が分かりますよ。On the large scale of water covers. But I'll paint with my fingers. Well, it's very faint, but it's because... And this is drawn by Eric, 36 years old. When the monsters... pretty impaired, and especially the people through the internet. Well, smartphones that, and they can make... まあ結構、オープンソースアートの世界には、こういう面白いおじさんが、三者に一社ぐらいの場合でいることが多く。Sorry about that, but what is it? It's an emergency mud guard that's there when you need it and gone when you don't. And you know, it might seem ridiculous. These are like ridiculous things.In the beginning, but in action, this is what. Anyway, the red thread is not so trans or like obvious here. But the thing is, all these things made or like laid the bed for the next project, which is the last one. この会社の CEO はまあなんというか印象的に金持ちみたいな人がやってますよ。But this, you know, the machine is nice. It can make the clothespin. So we're visiting India. And this is now. This is actually why I spoke about the clothespin. We visited India. まさにエヴァンジェリスト。So clothespin should be a really great. しかもストロビー今ねすごい売れてるの。会社がどんどん大きくなってるの。このシリーズもすごい売れてる。このなんかストローくっつけて。構造体作るっていうシリーズも言われてるし、さらにこれが売れてその次のステップで会社とかスタートアップとして作ったモーター入ってたりセンサー入っててストローをつなげるとロボット作れるっていうやつがまたよく売れてるの。そう、マイクロビットの方に無線機能ある、ウェブを使ったプログラムができる、マイクロビットがセンターのコントローラーになってて、そことサーボモーターとかがくっついて、ストロービーにくっつけると、マイクロビット遊びがいつの間にか人ぐらいのサイズのロボットが動くんですよ。ストロービーとストローって軽いから、結構でかいものが、まあまあ気軽に作れるんですよ。で、これぐらいのサイズのストローの人形が歩いたら、それは楽しいに決まってるじゃないですか。
TV show showed, I think it was a hula hoop. A big hula hoop. You know, it's an open source system. Oh no, I killed my fingers. In Japan, they were made by the wara or something, and they were made by organic straw. They were made by organic straw. So, so, microplastic free straw. So, 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 なんだかんだ年5回ぐらいやってる気がします。そう、まあ、大きめのイベントに行って、なんかあの、なんだろう、わーとか、うおーとかなんかあの聞こえると、多分なんだろうなと思って行ってみると、やっぱりいるみたいな。大体はその、ヒーテックみたいな展示会で、展示会だとブースがかっちり決まってるのに、全くブースに関係ないところで、ストローミーで作ったライコンカードを走らせまくっていて、るところを見て、あ、元気でやってるな、みたいな。あの、なお、このイベントは、彼の次に僕がプレゼンするという、これはこれで熱いイベントでした。僕のプレゼン残ってるかな。Oh, yeah. Wow. So you snap them together and then you got this. でもこれ高いんだよ。行くの多分30万円ですよ。Wow. A mechanical flexi thingy. One. 鉄塔本体みたいな販売ですよ。And you can lock it to any angle you choose. このタイプエブリスに高すぎる。フリッツはいるんだろう。あの話全部キーボードの話入れてるし、あの広報で一回消したかもしれん。あったときオーディエンスショットがあった。客席に俺がビデオを置いて撮ってあるやつがあった。しかも僕この頃もう本当に英語喋れなくて2014年だから。高さは。2014年の頃だからヨーロッパのことなんていうか分かんなくてユーロッパとか言ってたので現地で。これがエリック。まあいいや。まあでもそういうふうなエヴァンゲリストおじさんみたいな人が結構いろんな会社にいたりします。し、そのオープンソースハードウェア活動やるときに、ハードウェアなかなか関係ないんですけど、他人をタダで働かせようと思うときに、信じてもらうことはすごい大事で。そうなんです。他何かご質問あれば。なんでやってもらってるかってそんなわけで。あのいろんな会社をコネクトする仕事をやっております。はい、どうぞ。STEM 教育って、はい、何歳ぐらいから始められたの？あ、始める年齢ですか。うちが対象にしてるのは小学校入ってからっていう子をよくやってるんですけど、でもあの興味を持っている親御さんは幼稚園からの方が圧倒的に多いです。4年生以降になると皆さん受験勉強させたくなってくるので、なので幼稚園から3年生ぐらいまでの親御さんが一番興味を持ってやらせたいってなっていて、あのプログラミングの教室とかだと幼稚園生コースみたいなのもあるので、この子がやりたいかどうかだろうなっていう感じはしてます。で、私はあのこの仕事をしてるのでめちゃくちゃよくプログラミング教育してるんだろうって言われるんですけど、私は全然やってません。自分の子供にはどちらかというとあのクラフト素材とかで遊ぶっていうところからやってほしいなと思ってるので、もちろんデジタル機器とかも使うし、あの、まあ、デジタルネイティブなんであの何でも使うんですけど、それを自分で作るっていうところにはまだ至ってない。その子がやりたいって思うまで、まあ、待つのがいいかなと思ってやっている感じです。 STEM 教育って実はすごい広い範囲があって、すげえ話し始めるとあっても20分とか過ぎるから短く言うと、あくまで答えのないものを自分でプロトタイプしながら作って周りを巻き込むっていうところまで全部ひっくるめて STEM 教育なんですよ。だからあのその中にはいわゆるコンピューターを使うプログラミングと全然違う木材を触るとかそういうのも STEM 教育の中には入っていて、で STEM 教育の元祖であり総本山とも言われているサンフランシスコのエクスプラトリアムっていう体験型学習施設にはティンカリングスタジオっていうのがあって、そのティンカリングってティンカってティンクのこのカンカンカンみたいな音から撮ってるんですけど、空き缶とか輪ゴムとかいっぱい置いてあるんですよ。でそれを使って何作ってもいいんだけど、人間何作ってもいいって言われると何も作れないので、なんとなくピタゴラスイッチ的なものをみんな作るんですけど、作れっていうふうに言われるし、そういう設備があるんですけど、そこは紙も置いてあるし針金も置いてあるしゴムも置いてあって、なんでかっていうと今の子供あんまりそういうのに触んないんですよ。
でそれでなんかそのなんだろう、バネってなんでできんのかなとか、針金とバネは材質で言うと全く同じなんだけど、どうやるとバネになるのかなとか、あとプラスチックは一回割れると戻んないんだけど、でも曲がるけど、例えばそれが発泡スチロールとかだとそもそも曲がらんし割れんとか、そういうふうなところまで含めて材質とは何かみたいなことまでを知ることがそのティンカリングスタジオっていうところなんだけど、そういうのもステムに入れたとするとすごい昔からかもね、うん、その別にちゃんとした統計データはないものの、あのなんかやっぱイケてるプログラマーに聞くと、子供の頃みんなレゴが大好きだったみたいなこと言うことが多いんですよ。レゴが大好きとか、あとヨーロッパ人だとメカーノっていう穴がいっぱい開いてる、なんかなんだろうね、レゴよりもうちょいロボットっぽいものを作る。レゴってなんかね、建築物とか作る時は向いてるんだけど、動くもの作るとあんま向いてないんですよ。メカーノはそれにまあまあ向いてて、メカーノはなんかメイクブロックの元ネタみたいな、の元ネタみたいなもので、でもそういうので遊んだっていうふうに言われてるから、なんかなんとなく子供にレゴあげるといいのかなみたいなのは、大きい意味でのステムの文脈で言われたりとかします。あともう一個のその、エクスプロラトリアムっていうのはステムの総本山であり、布教機関ではあるんだけど、研究機関としては、MIT メディアラボの中にはライフロングキンダガーデンっていう、人間は死ぬまで遊園地みたいなすごいあの研究機関があって、そこはいかにして学ぶということ、もっと言うと新しい誰も知らないことを発見することをあらゆる人に楽しんでもらうかっていう研究をずっとやってて、でそこがレゴと一緒になって作ったのがマインドストームだったりとか、でそこは多分、僕が知らないだけで論文超いっぱいあって、何やると理論的に良くなってるとか、何は良さそうだけどまだそんなに理論的にこれが絶対いいとも言えないかもねみたいな部分とかの研究データもいっぱい溜まってるし、プロトタイプも超あります。ちなみにギーキーはライフロングキンダガーデンともちろんすごく仲良しです。ギーキーの研究はそっちの文脈から出てきたわけではなくて、別の方の研究の素材そのものをプログラミングしようとかそういうところから出てきてはいるんだけど、アウトプットになったのはそのライフロングキンダガーデンに極めて近いので、普通に仲良しいっぱいいる。あとライフロングキンダガーデンで作ったプログラミング言語にギーキーの製品が対応したり、よくプログラミング言われるスクラッチっていうのはそこの出身です。でだから違う分野が急に出会ったりとかするから、いろんなイベント行って、お前 MIT から来たの、ライフロングキンダガーデンの DK 知ってるとか言われて、知ってるところが俺のメンターの見える、じゃあセルフィー撮ってツイッターに上げて、はいセイって言おうぜとか、なんかそういうのをやっておくと講義にタダで来てくれたりするので、 DK 金払って呼ぶと思うと多分ものすごく高いはずなので、そういう関係を作っておくことはすごい出てきます。ちなみに昨日の DK のプレゼンで最高にマーベラスにびっくりしたのが、あのユニットもう5万ユニット以上出てるんだって。5万すごいですよね。5万やばいですよね。いかに安いとはいえ。まあそんな話もあったりします。そういうなんかの趣味だか仕事だか分からないところを、まあでも弊社のインダストリーっぽいところはちゃんとインダストリーっぽいですよね。教育はだからそのちゃんと会社の学校全体のプログラムになって教科書になったらもう超がっつりインダストリーだし。でもベネッセさんとかがいるみたいな。でもプログラミング教育はね、科目にはならないんですよ。でしょうね。まあちょっと一つの自治体だけ科目にしたいっていう申請を今やってて、うん、通るか通らないかっていうところなんですけど、うん、まあ、科目にはしないって文科省は。わかります。決めちゃったので、まあ、だからまあ多分進まないと思うんですけど。そうですね。だから今日の授業のテーマと全く変わるんですけど、飲み会とかでぜひ聞いてほしいんですけど、広い意味での国のシステムが変わらないと多分そこは変わらない。日本は一応なんかあらゆる学校で同じことを教えなきゃいけないことになってるので、アメリカでなんで流行ってるかっていう、アメリカそういうのあんまないんですよ。州によってはなんか人間は全部神が作ったって言ってて、しかもそれを技術と表示するわけじゃないですか。そうすると逆にそうじゃない方では子供の頃から教科の教育ができるんですけど、そういう国ではないので、日本と同じようなシステムだけど頑張ってる国としてはイギリスがそうだし、あとシンガポールもそうなんですけど、シンガポールって10歳の時に受けなきゃいけない K10 っていうテストで、ロボティクスとプログラミングってあるんですよ。選択科目なんだけど、他の選んでもいいんだけど、でそうなってから国中にすごいロボットを教える学校とかできまくって、マインドストーンバンバン買ってるんですよ。弊社としてもなんとかそういう時代が来てほしいと思って思っております。その時の学生、その時の子供たちってもうある程度年齢になってるんですか？ K10 だから10歳12歳ぐらいの時のに、だからロボティクスって言っても別になんか大学生が出るやつじゃなくて、もっと初歩的なやつなんだけど、初めにその教育を受けた人って今何歳ぐらい？それ始まったの3年、2年前ぐらい。あ、まだそんなに経ってない。
そうですね、だってそのアルディーノ10年前で我々が超びっくりした時とかするわけですよ。難しいところはもう一個あって、今の教育、いわゆるみんなの頭の中にある教育って言った時って、教科書って5年から10年ぐらい一緒じゃないと困るんですよ。なんだけど例えば AI 顔認識とかって2年前って今で全然違うんですよ。2年後明らかにもっと違うはずで、それどうやって教えるのみたいな問題もあったりします。シンガポールは結構偉くて、先生を、そういう先生を育てるシステムとかも結構頑張って作ってるんですよ。引退したエンジニアを先生の先生にするとか、あとシンガポールでの転職すごい多いから、人生の中でちょっと教科書やると、あ、ちょっと先生やると、その人のキャリアにとって得になる。例えば俺は先生やったことあるからマネジメント力強いですとかのがあったりとか、まあそれはそれで偉かったりするんだけど、短くすると、いろんなもハードルがあって、日本でちゃんと正式科目になるのだいぶ遠いかもねみたいな感じです。革命を起こしましょう、革命を、または出国しましょう出国しましょう革命じゃないんだ多分ね、皇居でメーカーフェアがやれるようになればそういうのも全部いい国になってるはずで結構それは関係なくて言ってるんですよ。でも結構だから、日本だと例えばなんか、なんだろう、理科の成績とか日本むちゃくちゃいいんですよ。そのアメリカって結構なインテリでも高校生の仕組みとか知らなかったりするんですよ、びっくりするからそうなの、うん、そうなの、うん、例えばマイケル・ムーアとか知らなかった。マイケル・ムーアだから自分のテレビ番組の中で、そのなんか普通に、え、植物って酸素吸って酸素入ってるんじゃないみたいな、なんかあのいやいや、二酸化炭素吸って酸素入ってるんだけどみたいな、なんかあのお前なんでそれでエコの番組何個も撮ってるのみたいな、なんかいうシーンがあって、そういう意味でのなんか小学校中学校の理科のレベルって日本むちゃくちゃ高いんですよ。どこに生きてるかは分かんないけど、でそれはそもそも硬質化バイオロジーをやってるみたいなことも僕は深く影響してると思っていて、まあでもそれはちょっと授業の話ではなくなってきてると思う、はい、他何かご質問ありましたら。はい、するっていうのはなかなか難しいのかなとは思ってるんですけれども、現状でもその僕らの特にスイッチサイエンスのお客様の中には、小さなベンチャーの会社がたくさんあって、そういった会社の中には確かにその社会課題、特に環境問題なんかを解決しようなんて言ってるところはありますね、うん、だから僕らで直接にその分野やっていくっていうのはやはり難しいとは思ってるんですけれども、よりそのそういった、まあ、ベンチャーであったりとか、あるいはどっかの研究所、研究室であったりとかに対してもっとリーチしていきたいなとは思っています。そのまだ届いてないところがいっぱいあるので、そうですね、あと普通にダイレクトにそのスマートメーターの開発依頼とか結構来ますよ。そのだから水無駄にしないようなメーター作ってくださいとか、でまあ、依頼によっては僕らでプロトタイプまで作ることはあるし、あとなんか単純にもっと言うと、そういうことを作りたいけど何かいい部品ありませんかみたいな依頼がもっとたくさん来たりします。ただこのグループのチャレンジとしては、うん、教育業界に手を出したっていうのが一番社会問題を解決するっていうチャレンジなんですよね。割と絶望的な気持ちになりながら日々仕事をしてるんですけど、国のお役所とかと話したりするとなんだけど、まあ、そういうのもどうにか変えられないかっていうところは、まあ、難しいだろうと思いますけど目指してやっているって。だから今は結構教育が今チャレンジしたところだなと思ってます。あともうちょい話を広げると、あらゆる人がメーカーになれば全ての社会問題は勝手に解決するので困った人間がそいつがその場で物を作れるようになるので、そしてみんなが困ってたらそのものがあっという間に広がるようになるので、全社会問題は解決するはずなんですよ
実際ソフトウェアに関してはびっくりするぐらい年々すごく楽になってるんですよ。あれもフリーで手に入る、これもフリーで手に入る。ほんの20年前は素人が世界中に通じるウェブサービスが作れるなんて想像もしなかったんですよ。そのためにやんなきゃいけないこと超多かったんですよ。でもソフトの世界ではほぼオールモスト、ソフト開発に関する問題はほぼ全解決したり近いぐらい解決していて、ということはハード、あとはハードに関する面倒くささがなんとかなるだけで。それとはまた別の話で、今回はそういうゲスト講師呼んでないんだけど、あらゆる国で貧富の差が広がってて、やりたいことある人とない人の差が超広がってるんですよ。それはどうしようみたいな話はあります。アメリカでさえ広がってる。アメリカでさえやりたいことがある人とない人の給与差が超広がっている。どうしようみたいな話がある。でもそれはちょっとあんまり弊社の関心事業ではないので、我々は何かやりたい人に対して何かを提供すること以外にできることはあまりないので、あとなるべくたくさんの人をやりたくさせる、でも社会化問題はその意味で関心があり、質問されるとそうですね、何かものを作りましょうみたいな回答をしていることが多い気がします。他大丈夫ですか？でもロボコンみたいなイベントをもうちょっと復旧させることじゃないですか？全く同感ですね、全く同感ですね。ロボコンとか絶対天皇杯と総理大臣杯作った方がいいですよ。いやだからでも結構それは真面目な話で、その中国とかだとロボコンのテレビ番組ものすごい多いし、ロボコンですごい勝ってる学生って高校野球超上手な人ぐらい人気出るんですよ。僕は中国の学校通ったことないからどれぐらい人気か分かんないけど、多分中国だったらロボコン強かったら多分モテると思う。まず日本だったらモテないですからね、っていうか女性という存在がそもそもないところでロボコンやってるから。いやいやいや、最近最近はいっぱいいます。最近の高生はそれなりに増えてきました。というかもっと言うと日本では結構ね、女性自らがロボコンに挑戦するのもそれなりに多いんだけど、でも取り上げ方がまあ日本の取り上げると女子なのに頑張るとかそういうことになってることが多くて、それで、ね、中国って女の人でエンジニアもいっぱいいるし、女で社長の人もいっぱいいるし、マネージャーもいっぱいいるし、あんまり日本だと新聞に必ず女性なんとかってつくんだよね。中国語でそんなの見たことない、女性社長とか単語としてなくはないけど、まあちょっと、ジェンダーの話はそれで横に置いておくと、なんだかんだ言いながらアメリカで日本だったら明らかに行儀が悪いことの方が大きく問題になりそうなスタートアップのファウンダーたちにスポットライトががっつり当たり、多少ウーバーの社長が不倫してようがなんだろうが、とにかくスタートアップ偉いみたいな、ジョブズがいかに人間としてクズであろうが偉いみたいな風にしたことはすごく価値があったと思っていて、で中国でテレビその関係の番組をものすごく増やして、エンジニアに頑張ってスポットライトを当てようとし続けてることはすごくすごく意味があって、日本で野球もっと人口多い国より強いのは、みんなが野球うまいことに対してスーパーリスペクトがあり、テレビとかも放映しまくるからで、同じぐらいロボコンとかやった方が絶対いいです。中国って高専とかって仕組みあったりするの？わかんない。高専はもっと言うと日本以外の国にはほとんどない。フランスが一応モデルなんですけど、高専って、あと名前で言うポリテクニックっていう学校は世界中にあるんだけど、シンガポールのポリテクニックはほとんど国民の6割ぐらいポリテクニック行くんですよ。それ高専で言わないなみたいな。あ、シンガポールと、ちなみにシンガポール、まあ、俺が詳しく育成しても知ってるのはシンガポールと日本ぐらいなので、中国ちょっとね数が多くてね、メジャーな学校で高専ってあんまり聞かない。でもどうだろう、前にメカフェ新前いましたね、やったところはポリティクでしょ。あれ英語で言うとポリティクですね。だから日本で言う高専かどうか分かんないんだけど、日本だ、中国でも確かに、なんて言うんだろう、でもあれ日本で言うとあれは多分職業訓練校とかに近いと、なんて言うんだろう、専門学校とかに近い、そう専門学校とかに近い、うん、で専門学校は世界中で増えてて、昔は専門学校って4年生大学に行けない人が行くとこだったんだけど、そこのキーは明らかに変わってます。中国でも変わってます。あと中国がびっくりするのはとにかく理系科目の人気が高い、経済経営は相変わらず高い、文系の割に、あと医学もちろん高い、中国でもみんなお医者さんにはなりたい、あとでもエンジニアの人気高いですよね。どちらかというと北京大学よりも聖火の方が人気が高い。いやどっちも高いと思う。みんなそこなんかね、日本だとだから2つあると明らかに対極にあるのいるんだけど、聖火大学基本何やってもすごいし、
北京大も基本何やってもすごいんですよ。基本何やってもすごい。普遍的な優秀さみたいなのは多分あるんですよ。日本でも東大基本的に何やっても大体他よりすごいじゃないですか。その東大が苦手と言われていたちょっと分野に入らないメディアートっぽい昔から兄弟がしてみたいな分野も部署作ると強いんですよ。あとその話で続けていくと、中国今なんとなく SFC っぽかったり、なんとなくイヤマスっぽかったり、なんとなくタモビの情報デザインっぽいような、なんとなく卒業したらライゾマティクスとかキムラブに入るような人が多そうな、そういうなんかあのアートと工学の間みたいな GT みたいなのが先生やりそうな学校がむちゃくちゃ増えてるんですよ。昔その10年前とか全然なかったんだけど、成果だとそんなことなかったんだけど、もちろんその中国の人って本当に優秀なので、今中国でもアイデオとかデザインシンキングブームですよね。学校にも学部いっぱいできてて、しかも下手すると先生は中国の方が優秀だったりする。なぜなら普通にスタンフォードでアイデアを作った人間に習ってましたみたいな、英語ベラベラの中国人が、無論中国語も喋れるので帰ってきて先生やったりとかしてるので、本もすごい翻訳と多い。そういう意味では世界全体の弊社みたいな会社が多いのは恐竜だとは思います。はいはい、とんでもない。質問多い方が関係です。御社のビジネス的に日本向けの日本人の子供たちをこうエデュケートしていく感じじゃないですか。でも日本の市場ってなんかどんどん縮小していく感じがするんですけど、それで海外に向けてこれからグローバル展開するとか、そういう考えはあるんですか？海外に向けてのグローバル展開はすごいしたいです。エデュケーションを設立した時は海外も視野に入れてたんですけど、教育ってすごくドメスティックな市場なんですよね、うん、なんか多分海外の企業が日本に入りたいっていうのめちゃくちゃあって、窓口になってほしいっていうのすごい言われるんですけど、もう絶対売れないなっていうものばっかりなんですよね。でなんかその国によって教育方針も違えば、その国の中でもう言ったら教育って多分自治体と取引できるから大きいマーケットなんですよ。なんですけど、その自治体ともう、まあ、ちょ言葉はあれですよ、癒着みたいな感じで、もうその自治体はこれをやりますって決まっちゃってるっていうのが、ここから必ず買いますっていうのが決まっちゃってるみたいなのが、まあ、日本もすごくあるんですけど、多分各国でそういうのがあって、はい、なので海外から教育業界入っていくのめちゃくちゃ難しいんですね。なので2017年に設立した当初は海外に向けてっていうのもかなり考えてたんですけど、今はもうほとんど考えてないです。どっちかっていうと子供でも遊べるとかっていう方ですね。そっちで売っていくのはできるけど、教育っていう方ではもうほとんど考えてないですね。ただセチサイエンスの方は海外、うちが作ってるオリジナル商品っていうのは海外でも売れると思うので、なのでそっちの海外展開はやってもうちょっと力を入れていきたいなとは思っています。売れてるものもちょっとはあります。あんまりたくさんないのは、今世界で一番弊社の製品買ってるのはもちろん日本で、買いそうな国でいうと中国なんですけど、中国は逆にスーパーヘッドオーシャンでもあって、なんか日本からブラジルに行ってサッカー選手になるみたいな、そういう難しさがあるんですよ。お前の国かみたいな、ガジェットの総本山だなみたいな、なんか日本製ワインをイタリアに輸出するみたいな難しさがちょっとあって、無理ではないと思う。日本は結構変なものが流行るから全然難しい、可能性はあると思うんだけど、まだちょっと、あと弊社は中国語できる社員がほとんどいないのもあったりします。そうですね。あとなんかうちが作れるものは中国でも必ず作れるので、そうですね。なのでうちの顧問してくださってる結構ガジェットとか作る人は中国で製造して真似されたら大成功と思えって言ってるぐらいなので、なのでまあうちで作れるものは中国でも作れるから、中国を一つの市場として狙うとまあかなり厳しいかなっていう感じはしてます。ただ東南アジアは結構可能性ある気がしてて、よく逆にスイッチサイズの商品を輸入したいって言ってくるのは結構東南アジア製の会社が多いし、タイのグラビテックとかマレーシアのサイトロンとか、それこそ年3回以上会ってますよね、我々というか主に僕が。で僕らも物を売りに行くっていう話もあるし、他にもなんか製造、僕らの製品の製造大体中国なんですけど、最近ちょっとマレーシアとタイでもやろうと思ってて、ち
それこそちょうど今で言うと、なんかその今から1ヶ月とかだとコロナ肺炎多分収まってないし、我々の製品サイクル的に今から1ヶ月作んなければ結構あるので、そうするとマレーシアあり得るみたいな話は全然あります。ただあらゆるものが基本中国で作ってるから、マレーシアで作ったからコロナ肺炎全然関係ないよ、そんなことは全然なくて、いや部品は中国から買ってるんだけどそれは来ないとかがあるんだけど、でも中国よりはマシ。売りに行くは他にもあるかもしれないです。あのキラミッドがさ、年間で外国に2000ドルぐらい売れてるんですよ。あれ多分ライセンスもらって弊社で製造して売りに行った方がいい。確かに、ね、うん、そう、なんかじゃあ日本人が考える面白ガジェットみたいなのは海外の人に人気なので、どちらかというとさっき言ってた受託販売しているも のユーザーさんとかメーカーの個人の人が作ったものっていうのを、まあ、最初足がかりに出ていくのがいいのかなっていう。その委託販売の中でも英語でちゃんと説明書いてくれるもので本人が OK って言ったものって僕ら海外向け通販サイトにも載せてるんですよ。たまにドカンって売れることあるんですよ。でも委託販売って基本的にはまともな商売の外側で作ってるから、本人が飽きると売れてても作るのやめるんですよ。あとお小遣いの範囲でやるから1回10個とかぐらい作ってることがほとんどで、これどう考えて売れるっていうものが僕らの方でちょっと製造と販売我々が中心になってやるので、売れたらライセンス代として下ろすので、我々が例えば50万とか突っ込んで一気に500個とか作っていいですかみたいな事業を始めたいとは思っています。できるです、はい、はい、もうかなり過ぎちゃいました、はい、はい、これから、お昼休みに入ります。13時でしたっけ早稲田の昼休みって。